眠っている赤ちゃん4ヶ月目の赤ちゃん赤ちゃんは生まれたばかりの子供のこと。赤子、赤ん坊とも言う。なお、人間以外の動物にも赤ちゃんが用いられることがしばしばある。生存のために援助を必要とする弱い存在である。多くの種で赤ちゃんは愛らしい外見をしており、これは援助を受けやすくするために有利な形質なのではないかとの解釈もある。以下。 本校では人間の赤ちゃんについて解説する。母子保健法は出生からの経過期間によって赤ちゃんを次のように定義する。なお、新生児の中でも出生後7日未満の乳児を特に早期新生児と呼ぶこともある。また、生まれて間もない赤ちゃんのことを英児と呼ぶこともある。赤ちゃんの語源は新生児が多血症気味となり、 皮膚色が赤く見えることにある。これは、分娩の際に、腎痛の圧力で、胎盤内の血液が新生児の体内へ絞り出される、ためである。未熟児は、医師の管理の下うつ伏せ寝をさせられている場合がある。しかし、通常、新生児はまだ自分で寝返りをすることができず、赤ちゃんのうつ伏せ寝は、口の周りにあるものや土砂物が口に入り窒息する、恐れがある。また、 乳幼児突然死傷後群の原因という説もある。従って、現在、家庭ではあまり進められていない。新生児とは、産んで生まれ日を0と数えた場合に、生後0から28日未満の子のことである。ちなみに生後7日未満の子のことを、早期新生児という。この定義は、早産児や未熟児の場合にもそのまま適用される。胎児は、母の体内の子宮で、生存。 発育に必要な栄養や酸素のすべてを胎盤、最胎からの供給に依存している。一方、胎児が出生して新生児となった瞬間から自力で呼吸し栄養を摂取しなければ生存することもできない。このような大きな生存条件の変化は新生児期を過ぎてあとは一生経験することはない。新生児の全身が黄色く染まるのを 新生児横断といい、約9割の子供に現れる。これは、胎児性の赤血球が壊されるために起きる。このほか自力での免疫が著しく未完成である一方で、母体からの移行抗体が存在することや、神経が未発達であるゆえに疾病に罹患しても、特異的な症状を発見しにくいこと、多くの先天性疾患が発見される時期であることなど、医学上では、 新生児期は極めて得意な時期であると言える。医学の中で、新生児期については、新生児学で取り扱われ、医療の分野としては、新生児科または未熟児科が相当し、新生児特定集中治療室にて、実際の医療が行われる。生まれて間もない新生児が、自然と笑顔を作ることを、新生児美匠という。笑顔を作る理由については不明であるが、 母親など世話をする周囲の人間の情緒に働きかける効果があるとも言われる。チンパンジーにも新生児微笑があることが確認されている。笑うなく人生の最初の1000日は、生涯にわたる健康、成長、神経発達の基盤が確立される唯一の機会である。世界の乳児死亡率年間の1000出生あたりの生後1年未満の死亡数を乳児死亡率という。 疫学では公衆衛生指標として非常に重視されており、途上国ほど高くなる傾向がある。国際連合ミレニアム開発目標では、1990年から2015年までに乳幼児死亡率を3分の2減少させるとした。結果として先出生あたり90から43まで減少した。ありがとうございます。